さあ、ディメットリン選手さん実況プレイ取っとこうと思うんだけど、今日はね、こちらのね、ダビド・アラバ選手を使ってほしいというリクエストがあったんで、まあ、今回使っていこうと思いますと、まあ、このアラバね、まあ、通算試合数見てもらっても分かる通り、結構俺ね、愛用して使ってて、まあ、319試合、使ってんだけど、まあ、何がいいってね、この、こなせるポジション、まあ、センターバック、サイドバックからサイドハーフ、そして、ダブルフランチ？ダブルフランチでね、DMF、CMF、どちらもこなせる。そして、ステータスがね、本当に優秀で、まあ、ボールコントロール80超えてますよと、そして、グラブ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 、ボールキープが、80、そして、グランダパス88、フライパス89と、そして、まあ、ヘディング70、まあ、これはちょっと微妙なんだけど、プレスキック80、カープ80、ディフェンスは90超えていて、ボールダッシュ、アグレッシブネス、守備意識はすべて80超えている。そして、スピードも瞬発も80超えていて、キック力も80超えていて、ジャンプも80超えている。フィジカルコンタクトは73なんだけど、ボディコントロール80超えていて、スタミナも80超えていると、ほぼすべてのステータスが80超えている。逆に80超えてないのは、オフェンスセンス、ドリブル、まあ、決定力、ヘディング、あとまあゴールキーパー能力、あとは、フィジカルコンタクトだけ、もうほぼすべての能力が80超えている。もう迷ったらアラバをベンチに入れておけば、もう問題ないんじゃないかと。まあ、スキームね、ワンタッチパス、スルーパスがついてて、まあ、ピンポイントクロス、インタースポ、スライディングタックル、キャプテンシーもついてる。もうね、迷ったらアラバ入れときゃ、とりあえずなんとかなるでしょと、もうほぼすべてのポジションをこなせる、こちらのアラバを今回、CMF に採用して使っていこうと思います。ということで、早速試合を取っていきます。さあ、じゃあ、さあ、というのマッチングした、日本3対戦よろしくお願いしますと、まあ、今日ね、木曜日でイベントが変わっててね、ゴールデンゴールドイベントあったんで、ゴールデンゴールドイベントやっていくんだが、おい、なんでお前不調なんだよ、お前、コンディションの波さ、小さいだよね、なんで不調になるかな、こいつ。普通に空気読むよな、まあ、ケインできてたんで、ケインからの、まあ、あとトリッピアも絶好調なんで、右でスタメンで行ってもらって、まあ、あとはそうだな、まあ、ゴレツカも絶好調なんで、センバの真ん中で行って、マルキオスも絶好調なんで、こっちに採用してる感じで、まあ、いいんじゃないでしょうかと、ちょっと、困るな、アラバちゃん。さあ、ルンメイのレギュラー試合開始と、まあ、今回のダブルランチ一角に、誰だっけアラバか、ダビド・アラバさん採用しているんで、まあ、本当にアラバで守備ももちろんできるし、まあ、ちょっと取れなかったんだけど、守備もできるし、まあ、左利きで結構攻撃面でも、貢献できる選手なんで、まあ、そういうところで、今回ね、オフェンシブ、なんだっけ戦術のね、なんか切り替えみたいなやつオフェンシブしてるんで、まあ、結構ね、上がってきてくれると思うんでね、まあ、そういうところで、まあ、結構頑張ってもらう感じ。で、前線はね、ツートップ、なんと、ハリー・ケインさんと、レバンドフスキーさんということで、まあ、おそらく現代でも最高のセンターフォワード2人、まあ、採用しているんで、まあ、とりあえずも前線にボール届けることができれば、まあ、おそらく、あっさり点は取れると思うんで、で、まあ、ゴールデンゴールになってるんで、まあ、そこで、ごく当たり前に、あっさりと点を取り、まあ、勝っていきましょうね、という感じで、まあ、今回やっていこうと思いますと、さあ、メッシのコーナー機で試合再開なんだが、ここ足から味返していきたいぞ。さあ、メッシ、インセグで結構いいボール来るからね。ちょ、隠ついてるよ。ナイス、エミマルと。コーパーアメリカ頑張ってる。エミマルがしっかり取っていきつつの。さあ、高弾道パドキックで最前線は誰だ？ハリーケインか？まあ、ハリーケインもね、今回絶好じゃんで。あ、ナイスケイン、いつからボール？あ、ちょっとまずいな。ちょっとさ、隠っつけ、ちょっと、ごめん、変なとこ。変なとこ、ツバ入った。隠っつけがちょっとシャレにならんぐらい最近あってさ、試合になんないことが多いから、マジでちょっとさ、コナミさんさ、いい加減にしてほしい。これ、俺が悪いのかな？俺の携帯の寿命が終わる可能性がある。なぜなら、俺の携帯、iPhone 11でさ、iPhone 11 Pro で5年ぐらい変えてなくて、もうバッテリーがね、最大容量 62% ぐらいしかなくて、速攻でバッテリー切れるから、もうちょ、携帯変えた方がいいかもしんねえわ。そこがメッシのコーラクト。さあ、再びインスイング。はじかせよ。あ、ナイスタイクさん。そして、アリキンさん頑張ろうか。アリキンさん。あ、ナイスケインさん。ケインさん、ケインさん、ケイン。いや、キー最高。いけるよ、これ。いけるよ、これ。無理だな。レバンドスキー。足遅いからな。さあ、レバンドスキー、マイプレ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 。さあ、レイビーがマイプレしていく。さあ、ここしっかり。誰だっけ？ハリケーンか？さあ、ここ、やらせない、コスティ、やらせない。あ、やらせ、コスティ。からの、さあ、アラバ、カロス、アラバ、カロス。まあ、いいよ、アラバ、顔出しほしい。アラバ、もう、ナナス引っ掛けるかな。負けれれ、なんか、相手の選手、強い選手多くね。なんか、レジェンドばっかなんだけど、頼むって、そういうさ、思うね。あ、なんで？危ない！ちょ、エビマルクソ頑張ってんだけど。エビマルクソ頑張ってるからさ、前線なんとかしようか。ね、頑張って。前線頑張ろうか。エビマル頑張ってんだから、前線頑張れ。コスイチ。いや、もう負けれれ、邪魔くせな。負けれれ3人ぐらいいんじゃないの？こいつ、パクチソン状態なんだけど。負けれれ4人ぐらいいるわ。さあ、ケインがバイプレしていく。ケイン、頑張れ。アレッサンドロ。あ、何やってるケイン。お前、取れよ。お前、バカたれ。お前さ。ケインは守備も頑張ってくれる選手だと思うんですけどね。さあ、しっかりコース限定しこうか、デブルイネさん。オッケーオッケー。さあ、コースティッチさんがしっかり寄せていく。コースティッチ、縦行かせた、縦行かせた。オッケーオッケー。ここはしっかりと、うめえな、腕ホール。なんで、誰それをダイレクトでいけるんだ、あいつは。おい、ナイス、コースティッチ。え、誰取ってないんだい？ちょっと、ちゃんと頼むってまして。おい、ナイス、今あれ、ちょっと待って。決められる気がしねえわ、今日。
それでブルーネのコラクトサインすぎ怖いよ。大丈夫大丈夫、メッシにはさすがに競り負けないんで、ライスファンタジーさんと。さ、メッシのそれが試合だけどさ、アラバいけ、アラバ。アラバちょっとすでにスタミナが不安なんだが、アラバ、今日一回でもボール触ったか、こいつ。ひょっとしてこいつ一回もボール触ったね、説が今、浮上したんだけどさ、もうちょっとアラバ顔を出してもらえますか。ねえ、ちょっと不調なのはわかるんだけど、不調だからって言い訳、ねえ、監督にさ、不調なんでしょうがないですとかさ、仕事中とかでさ、今日ちょっと調子悪いんでちょっとすいませんみたいな感じでさ、言ったってさ、普通の許されないと思うんで、社会人としてね。まあ、そこはちょっとしっかり厳しくやっていきたい、アラバにはね。ナイスアラバ。アラバナイス、アラバナイス。お前さ、それ転びしちゃった。マネスケイン、ケインさんからの、さ、トリピアしっかりと、まあ、ちょ、この辺は冷静にくるくる回りつつ、デブルーネが素晴らしい動きをしてくれている。あ、行くぞ、ワンチャンス決めるぞ、ワンチャンス決めるぞ。これ、いいこと下げるよ、いいこと下げるよ。レバートスキー。あー、オフサイドか。もうこの辺のさ、オフサイドかかるってさ、普通にさ、なんかさ、レバンドスキーバカにしてるよね。オフェンスセンスが、高いはずのレバンドスキーをバカにしてるしか思えない、俺は、コナミさんで。その辺のもうちょっとサッカー IQ を上げてほしい。ぜひサッカー IQ という項目を作ってほしい。さあ、ケイン抜きから試合再開で、前半はね、かなり押されてたんで、後半でちょっとルカク入れて、流れを変えていく。ルカクも結構ね、頑張ってるって最近ね。あれ、ソルピア、行くぞ行くぞ、ハリケーン行くぞ、ハリケーン行くぞ、ハリケーン行くぞ。お前、それ引っ掛ける、まあ、正直まだ引っ掛けるな、しょうがないな。モドリッチング来たね、モドリッチング。ガブレル・マルティネリングを来たね、ちょ、まずいよ。あれです、オファナクさんです。いや、もうちょっと前線クリアしてほしいところであるんだが、しっかりとロドリー寄せて、いや、ロドリー寄せなくていいな。ロドリーはさ、守備ね、ところでガッチリ構えてきてほしいんで、ちょ、ロドリーは来ないでほしいんだが、しっかりここは、コーチさん止めてくるか、グルカクライス、グルカクライスからの、ちょっと顔出してほしいな、デブルーネ。デブルーネ起点に攻めたいんで、あと、アラバどこ、アラバどこ、アラバどこ、アラバ、アラバどこ、アラバマジどこ、アラバいねえんだけど、アラバいねえんだけど、これ立っていきます、これ立っていきます。よいしょ、いけいけ、トリピア、いけ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 、おい、ルカク行くぞ、ルカク行くぞ、ルカク行くぞ、あ、しょうがない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 。お前、ちょっと、あれだわ、間違えた、ルカクとアラバ。普通に黒人差別とかじゃなくて、普通に間違えた。色、似てたから間違えちゃった。全然、あれだからね、別に差別とかじゃなくて、さ、ルカクからの、私、あれです、ルカク。おい、アラバ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 、お前さ、全然取ってくれねえじゃん、こいつマジで。頼むて、あれです、通り。これさ、くさび刺しつつの、あ、これ取った。お、あれです。あらば、あらば、あらば。あ、来た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 。行ったじゃん、これ、行ったじゃん、これ。あ、もうさ、こいつさ、強すぎんだって、マジ、あれさ。ルカクー！オッケー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 。ルカク、ルカク、立てお前、立て立てお前、そのさ、がむしゃらさら、がむしゃらさら気になってんだから、お前は。あ、惜しいな。しょうがない、しょうがない、しょうがない。あ、誰か触ってくれ。おい、ガツンゲー、これ。あ、それ、ちょっとまずいな、これちょっとまずいな。ただ、丸木をしっかり戻っていく。これいきます、これいきます、これ、これ全然大丈夫、これ全然。ナイスベース！おい、ちょ、お前さ、カバリング来いよな、お前さ。アウト。オッケー、いったくれ、いったくれ、いったくれ。オッケーオッケー。からのデブルね。最高。え、何やってんの、デブルね、ちょっと。何デブルね。何で取り切、何やってんの、デブルね、お前。何やってんの、トリピア。何やってんの、ゴルスキング。何やってんの、お前ら。いい加減取れよ。なんて取れないの。オッケーオッケー。おい、マイボー。オッケー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 。さあ、エミマルのゴールキックと、さあ、ターゲットルカクだよ、ルカクね。結構口で強いんで、頑張れよ、ルカクね。ナイス、ルカク。オッケー、ルカク、再び上がっていきつつの、さあ、コッシー、素晴らしいサイドチェンジ。ちょっと、これ冷静だな、相手な。このヘディング結構俺、難しいと思うんだけどさ、リアルだと。なかなか俺、ディフェンスの選手じゃなかったから、あんまり、ヘディングした試しないんだけど、あれ結構むずいと思うんだけどな、このゲームあっさりやっちゃうから、ルイス・ダンクとかやるっけ、あれ確かね。なんか、あんまり知らないんだけど、正直。おい、舐めてんのか、お前。ちょっと、そんなふぬけたドリブル、お前。行こうか、ルカク。いやもう、へったくそやな、お前。いけ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 。いや、最高の寄せからの、最高のトロピア。からの最高のアラバからのルカクからのあー、惜しい。お前、トラップでかすぎんだよ、こいつ。おー、ラスコスイッチ。おい、ルカク、ルカクじゃねえ。デブルで行くぞ。おい、ベルギー代表ライン行くぞ。と水かけてシンプルにコシ使いつつのルカク、ルカク別格。あ、惜しい惜しい惜しい。ルカク、あ、デブルね。あ、やばい。ここガッツでいけ、ここガッツでいけ。あ、もうさ、おー、ナイスです。あ、そっちじゃねえって、前は結果俺、結果俺からのデブルね。最後のパスからの押すときよ、押すときよ、ハリケーンいくよ。ハリケーン、スカルボール、ルカク、ルカク、トリピア、シュートになっちゃった。絶対無理、絶対無理、絶対無理、絶対無理。ナイス、水、おい、流れ来てんぞ、流れ来てんぞ、これ。ケインからの、なんでそれカットされてんの、お前。トリピア、いけ、ルカク、いけ、ルカク、いけ、ルカク、いけ。おい、マイプレ、マイプレ、マイプレ、逃がす、逃がす、逃がす、絶対逃がす、絶対逃がす。いい流れ来てんだから、いい時間帯続いてんだから。あー、ダメだこれ。ちょっといい流れ来てんだけどな。ただ絶対絶対カットしてくる。おい、オッケー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 。さあ、後半頑張ろうか、延長戦か、頑張ろうか。結局俺シュートゼロなんか。さあ、のぎっこら試合再開と、さあ、かなりルカクを入れてから流れ良くなったと思うんで、まあ、しっかりちょっとね、アラバプラスルカク、このアラバルカクのラインを使っていこうか。一旦ボール奪いつつの、まあ、ソーサラを入れてきたんで、いけるんちゃうこれ。来たよ、最高の抜け出しから。もうシュート打ちますもん。ケイン、オッケー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 。もうシュートで終わんないと始まんないで、サッカーはね。とりあえずシュートでやる。お前邪魔すんな、バレる。お前ケイン、裏裏、最高最高。惜しい。おい、マイプレ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 。どうしようかなこれ、どうしようかなこれ。あー、マルキオス出ちゃダメだなこれな。どうしようかなこれ、どうしようかな。マルキオス、マルキオス、マルキオス、頑張れ、マルキオス、頑張れ、マルキオス。ブラジル代表対決負けんなよ。
オッケーオッケーオッケー、いったくれオッケーオッケー、いったくれしてルカ頑張れ、ルカ頑張れ、最高、ルカク最高。このインテルライン、このバルダも投入してきたんで、お前ルカク最高か、お前さっきからルカクなんか頑張ってる感は出てんだけどな、なんか頑張ってる。あれさらば頑張ってるだけじゃダメなんだ、結果出さないと始まんねんだわマジで。最高のところでね、バレたね。そしてバレた経由からの、お前そっちやれって大外だって。ナイスパスからのトリピア行くぞ、トリピア行くぞ、シンプルクロス上げていくぞからの、ロベルルカク、なんだその優しいヘディングは。お前もっとさ、叩きつけるヘディングができねえのか、お前は。さあケイン抜けら試合再開と、さあちょっとね PK 戦はあれだるいんで、お前何やってんの、お前ちょっとさ頼むで、そんぐらい繋いでくれたらもういいと思うんですけどね。あらばあらば頑張って、ロドリーからの、さあしっかりと、あちょっとまずいなこれな、ちょっとまずいなこれな、ちょっとまずいぞ。あーナイス、勝手にしかしてこないからね。さあからのトリッパーからの、まあマルティより結構立っていける選手だと思うけどね。あらばお前さ頑張ってすな、危ないよ、まあ大丈夫、今日のエミマラね絶対点取られないんでね。あらば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 、もうちょっと頑張ろうか。あらばあらば、全然正直今日の試合何もやってるぞ。あらばお前、あーナイスです、これですか。いや最高のとこいいとこ見てる。お前ルカクさん、お前途中から出てきてさ、あらばお前、まあ俺が悪いんだけどな、かなりなパスが下手くそなのはな、仕方ないところあるんですが、しっかりと寄せていく。あ、一回ぐらいしよう。オッケーオッケーオッケー。お前さ、なんでさ、あの90分出てる、120分出てるケインがさ、疲れてなくてさ、あの、ねえ、まともに試合出てねえ。あ、お前が疲れてんだ、ルカク、お前さ。お前、